幸せが終わりました。お、増えてる。ありのままの。何これ。11時に行きます。だからちょっとだけしようと。服はアンジーピーです。ガストナウ、この時間に10時半にガストナウ。なんかまだ NMB に入ったばっかりのなんかレッスン期間みたいな時によくみんなでガスト行ってた。ナンバーのアイリがめちゃくちゃキノコ雑炊好きアイリのために行ってた。懐かしして東京に来ましたよ。でまた違う県に行きます。パーもごっそよ。ねえもごっそよ。ムルコギもごっそよ。トシラ。な、最後自分でどこにおるかわからん。今気づいたらいる。寝ててパッて起きたらついてる。で気づいたら家にいる。そんな感じ。定番にしてんの。今はメイクをして打ち合わせして出発までの待ち時間。ハングマルチャレちんちゃよ。ね、握手会ね、来週あったらいいですね。この前なくなっちゃったから。あ、アンジービーのイベントもあるんですよ。2月11日弟の誕生日に。だからそれも来てください皆さん。じゃあ今日の皆さんのスケジュール発表します。あと30分。あ、10時からやったけラフォーレ。11時かな。11時にラフォーレが開くのでラフォーレに行って、で整理券をゲットして11日に会いましょう。そんな感じ。この髪色はもう自分でも分かってない。いろんな今までのやつが積み重なってできてるから、だからサイピーの写真を見せるしかないですね。これにしてくださいって。ハローエブリバーン。 I love you. I love you too. How are you? I'm okay. 福岡でね、あるやん今度。
福岡やったっけ、パパの誕生日に3月29に28と、29泊まりかなと思って、応援してくれるかな。あ、そう、さっきのメイクの続きな。で、この下地がローラメルシエでだな。で、コンシーラー塗って、コンシーラーは今日はセム使いました。だけど私はカバーマークが好き、めっちゃ隠れる。あれ、セルフメイクの時はカバーマーク使ってるけど、今日はメイクさんに借りました。で、次何する？お粉はなんかいいお粉今探し中。今日はあれ使いましたけど、イーニエスフリーで、眉毛はまあ普通の眉毛やって、で、目は 3C のお気に入りの色、ピンクのやつ、ピンクブラウンのやつ、ピンクブラウンですね基本目は。で、まあ、濃い色はもうない、塗らないようにしてるんですよ。なんかめっちゃすごくなっちゃうから、ちょっと薄めのピンクブラウンを塗っています。で、まつげも茶色系、茶色か、茶色かちょっと紫っぽいボルドーっていうのかな、ボルドーみたいな色のどっちか使って、ラインは目尻だけピッて伸ばす感じ、ブラウンで。で、口はこれ塗った、今クリオ、クリオのマットティント9チェリーブリック、チリブリックチリチリ好き、このチリの色、マックもチリ買ったな。まあ、そんな感じですよ。あんまね、メイク道具こだわりなくて、意外と、意外と言われるんですけどこだわりなくて、メイクさんのやつを物色するのが好き、物色していろんなものを頼みするのが好き。だからあんまメイク道具持ち歩かないんですよね私。茶色のマスカラやったらマサルか、何使ってるやろな、あの E のやつ、プチプチプラっていうんですか、デパコスじゃなかったら E のやつ、エクセル、あ、それパソコン、あれなんだっけ、エクセルってあったっけ、なんかそんなやつのちょっと紫っぽいやつか、あ、ジルの紫のやつ可愛かったな、この前借りたやつ、あれ買おうと。あとクリオのやつもねもらって今度から使おうと。あと、プチ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 プラじゃなくて、何だっけ、あれあれ、ペリペラペリペラのめっちゃ好きな色あんねん。でもね、日本にあんま売ってないんですよ。韓国でもこの前行った時売り切れやって、メイクさんと仲いい、なんか休みの日とかメイクさん誘っちゃう、なんか年上のなんか落ち着くじゃないですか、なんかメイクさん年上の人と行ったら落ち着く。今日は今からロケ、あにょん、ブルー系です髪の毛は。そうやな、京都でミニライブもありますね。健三さんはマネージャーですね。カチューシャ
マウジ。最近高知系のカチューシャよく見ると思ってゲットしてみた。普段あんま使わんけど、なんかアクセサリーつけてたら。もう今日はお腹空かないですね、この調子だと。今日映画見たかってんけどな。さっきメイクさん誘ったけどね、ダメでした。予定が明日誰か誘うかな。パラサイト見たで。パラサイトはマネージャーさんと見た。サイピーアウトドアですか。そうかも意外と。何が意外か分からんけど意外とそうなんですよ。なんかパラサイト怖かったよな。ちょっとなんかそういう行為じゃなくて、ああいう行為やったよな。そっち系の行為でしたよ。はよう、おすすめのお茶。最近はもう総研美茶さん一本です。ジムの人におすすめされた。なんでやろ、なんで私、あおー、うるさかった。私あのウーロン茶と緑茶とジャスミン茶好きやって、で飲んでたらやめた方がいいでって言われてなんかなんでやったっけな、カフェインが入ってるんでしたっけ、何やったっけ、なんか言われたけど忘れたけど、大事なとこ忘れたけどでもなんか爽健麦茶とかがいいよみたいな言ってたから、麦茶とかがいいよって言ってたから、そうしてる。まあ人に合ったお茶があるんじゃないですか。私はこれをおすすめされた、だから、ね、飲んでますよ。バレンタインもうすぐ作ってってね、メンバーにもめっちゃ頼んでる。さあもらわせんも、弟とパパとおじいちゃんにだけあげますよ。自分が食べたやつ買って一緒に食べる作戦あかんな、チョコばっか食べたら。チョコ禁止にしよう、2月。チョコってね、食べたら、ね、毎日食べたくなっちゃう。おすすめのコーヒーは、あ、なんかね、スタバの券いっぱいもらって、それで飲むようになったな。でも、もうなくなっちゃったから、最近飲んでないけど。あれ好きやったな。スタバやったら、なんか、限定やったやつ。2ヶ月前ぐらいの。何やったっけ、あれホワイトモカみたいなのあったっけ。
あのメニュー表で言ったら、あのこうパカって2枚になるやん、だって開けたら、それの右下らへんにあるやつのスモールで頼みます。200キロカロリーぐらいやったやつ、何やろあれ、いちごじゃないよ、じゃあホワイトモカじゃない、ずっとなかった、限定のやつ。好きな花？花は日替わりやな日替わりやけど、今は何やろ、なんかさ、くすみピンクみたいなさ、ちょっとピン薄いピンクのバラって可愛くないですか？なんか撮影でよく使うの、あれ可愛い、なんか花持ちがち髪色は絶対暗い方が好きですね。好きな天気は冬の晴れ。今日花粉大丈夫よ。みんな花粉症来てませんか？もう笑ってはりますけど。たまにさ、グラッてするやばい人。金髪してみたい、ね、一日だけでいいな、なんか撮影とかで一日だけしたい。そう、貧血、ファンデは今日はディオール使ったけど、今度からクリオのクッションファンデ使おうと思ってんのと、あとスックのやつ使ってる今。ほうれん草好き、好きやけど食べてないな。ほうれん草ってコンビニに売ってないんですよね。コンビニのなんか、なんていうの、サラダコーナーに。貧血ならチョコ食べんの？ブラウン系の髪の毛ね、あんま好きじゃないんですよ、自分の。茶色系。でもあの何、ベージュ系はしたい、夏とかにね。おはよう。さえさらんへー、さらんでー。ちょっとね、今ね、うなぎが1位じゃないかもしれへん、好きな食べ物ランキング。ちょっと前まではうなぎがすき焼きを通り越して1位やってんけど、なんか今はね、2つとも違うんですよ。何かな、今好きな食べ物、何があった、いちごこれはなんかもうぶりっ子とかじゃなくて、普通にいちごとトマトが主食なんですよ、最近の。まあ美味しいよな。でも美味しいとこと美味しいとこじゃないやつちゃんと分かりますよ。やっぱね、スーパーによっても味が違うんですけど、昨日お父さんが買ってきてくれたトマト美味しかった。家族でトマト食べれるのね、私だけなんですよ今。オムライスも好きなんですけど、オムライスだってそんな頻繁に食べれないじゃないですか。いちご美味しいよな。
いちごとトマト。これはプロフィール変えてもらおう。あれも好きやねんな、高島屋のデコポンみたいな、オレンジみたいなカップに入ってるやつ、あれ超美味しい。あれ公演前に買ったりする。埼玉で美味しいいちごのお店あったら教えてください。番組ツイッターに送ってください。行ってもらおう。練乳は買ってないですよ。昔はかけてたけど、弟にあげる練乳。ペットはカメと熱帯魚をパパが飼ってる。サイは飼ってない。いちご大福懐かしい。ママがよく買ってくれてた。好き好き。白あんも美味しいよな。さやな、相棒。水はあんま飲まれへんねんな。水が一番いいんですよね。でも花梨豆饅頭美味しいよな。セブンイレブンのな、美味しいですよね。最近見えへんけど、あれあるんかな、まだ。あとちょっとで時間や。あと2分ぐらいですかね。みんな今日何するん？頑張って今日も。勉強。テストの時間めっちゃ好きやったな。なんか勉強したとこ出てきてさ、なんか解いていく感じ、これこれみたいな。みなはせよー。오늘은좋은하루보내세요。お、7日の公演出ますよ、私。7日しかまだ分からんけど。ちょっとで時間ですからね、終わりますね。頑張ってね、みんな。バイバーイ。頑張ります。